い、どうも、八島工房チャンネルへようこそ。このチャンネルは手袋工房の日常をお届けするチャンネルです。今日もよろしくお願いします。さてね、今日はハイエースの車内からお届けしています。もうね、かれこれね、買ってから、まあ、10年近く、まあ9年ですけどね、なるハイエース、僕のハイエースなんですけれども、一応後ろね、こんな風にベッドがありまして、まあ、車中泊ね、したりすることができます。で、季節のね、いい時期なら、まあ、ともかくね、今は真冬、厳冬期です。氷点下、ゼロ近くにもなるところでもキャンプはするんですけれども、まあ、ある装備があればね、快適にね、真冬でも、寝ることができると。それがね、FF ヒーターなんですけれども、まあ知らない人はね、まあ知らないんですけれども、昔ね、この前に100系のハイエースのキャンピングカー乗ってたんですけれども、その時は FF ヒーターがついてなかったんですね。で、寝袋だとか、まあ、恐る恐るね、車内に、まあ、小さなストーブを持ち込んだりしてで、まあ、一酸化炭素中毒にね、ならないように、まあ、気を使ってやってたんですけれども、やっぱり熱量が少なくて冬寒いんですよね。で、寝袋をまあいいのに変えたらあったかいんですけれども、これがね、あったかいのに変えたら、まあ子供らが寝袋を蹴ったり入らなくなったりしてね、非常に温度管理がすごく難しいんです。で、まあ新しいね、ハイエースにしたら今度はFF ヒーター入れようというところで、FF ヒーターをまあ買ってね、新車の時から、入れてるんですけれども、そうすると、もう、超絶快適です。まあ、例えて言うなら、まあ、T シャツとね、T シャツ1枚寝れます。毛布かけ、持ってったらね、まあまあ、ほぼほぼ1年中、真冬でも乗り越えることができるという装備なんですけれども、FF ヒーター、まあ、どういうことかというと、ヒーターの燃焼は、一応車内でしてるんですけれども、その燃焼の吸気と排気は全部、車の外に出すと。で、車の中はその温風のね、冷たい風が入って温風を出すということになります。で、通常車のラジエーターヒーターと違ってエンジンをかけておく必要がありません。エンジンオフの状態で暖房をかけることができます。つまり、まあ、燃焼空気が室内にこもらないんで、一酸化炭素中毒とかね、酸欠になることもないんで、安全な装備ですね。で、まあよくね、トラックの、まあサービスエリアでね、寝るトラック、長距離トラックさんのそのアイドリングストップの用品とかでね、最近よくついていますし、キャンピングカーでもね、よくまあつけられている装備です。で、これも本当にね、真冬の、まあ車中泊には欠かせない装備だと思いますし、まあなんていうか、まあキャンプでね、本当言うとテントで寝るのが普通で、車中泊で寝るというのはまあエマージェンシーの時しかないんですけれど、まあ例えばね、都会のまあまあビジネスホテル取らない時とかね、まあここでね寝たらまあ快適にね、朝までほぼほぼ過ごせます。で、まあ、車中泊ね、必要な装備としては、まあ、このベッドですね。必ずベッドはいります。下からのね、冷たい空気がね、結構冷えるんで、これはね、やっぱあった方がいいです。あって気持ちよく寝れます。それと、まあ、目隠しですよね。これね、これはまあまあ、必ずいりますよね。あと、前はカーテンがいりますけど、まあ、これがあると着替えなんかも問題ないし、夜のね、まあ、安全ですよね。を保つためには、まあまあ、めかしくしはいい。それと、FF ヒーターです。で、ベバストヒーターのね、話をしようと思うんですけれども、エアトップ2000という商品ね、ここにありますけれども、エアトップ2000という商品で、まあ、エンジンを切った状態で、ヒーターとして使えます。で、室内をね、の空気も汚すことはありません。で、まあ、感覚的に言うと、消費のその油の量ですね。なんかまあ、カタログでによると、だいたい、一晩使ってまあ1リッター前後ではないかという話を聞いています。だからまあ、燃費的にもそう問題はないと思いますし、
気になるのは、ね、消費電力の方です。で僕も10年近くね、FF ヒーター使ってきましたけども、サブバッテリーはつけてないんですけれど、まあ、FF ヒーター、まあ、夜中中つけておいてもバッテリーが上がったことはありません。まあ本当はね、サブバッテリー組んで、まあ、供給しながらっていうのが、まあ、一番、精神衛生上もいいんですけれども、なくてもね、十分、通常の、まあ、ディーゼルのね、バッテリーぐらいだったら、一晩、快適に、上げることなくね、使えると思いますし、まあ、最悪ね、バッテリー、チャージャーね、ディーゼルが動かせる。あれ積んでおけば、まあまあ、仮に上がったとしてもね、問題ないと思いますし、最悪 JAF 入っていけばね、入っておれば、まあ、助けてくれるというのもあって、サブバッテリーは組んでいません。まあ、通常のバッテリーで動かしています。それで、まあ、一晩、バッテリー上がりも心配なく使えます。で、暖房能力もね、非常に高くて、まあ、後でお見せしますけども、レベル1ですよね。レベル、まあ、5とか、7、8あるんですけれど、1、2で、ほぼ、フルオートで、20度前後保てます。で、それでね、一晩、まあ、つけっぱなしでね、暖かい、部屋をね、保つことができます。で、まあ、これね、まあ、一晩過ごしたらわかるんですけれども、まあ、一番大変なのはね、ちょっと喉の渇きですね。やっぱり非常に喉渇くんで、多分車内狭いからだと思うんですけれども、それとね、まあ水分の供給がないんで、喉渇くんで、まあマスクなりね、して寝た方がいいと思います。湿ったもんね、とか、加湿器を入れたら、もう車の中がべちゃべちゃになってしまいますんで、まあまあ、その辺の工夫はね、各自していただいたらいいと思います。うん。で、ベーバストヒーターの話なんですけれども、まあまあ、高い商品です。結構いい値段すると思います。で、最近ね、アマゾンとかで、中華のね、コピー商品的なものがいっぱい出ていまして、それをね、自力でつけている方も結構いらっしゃるんですけれども、この、本物の商品ね、まあ僕がつけてもらったところ、プロの電装屋さんね、お願い したんですけれども、そのプロの彼が1日かかる仕事です。で、何が大変かっていうと、燃料タンクね。燃料タンクから電磁ポンプをくっつけて、それを、まあ、ガソリンを吸わない、ガソリンというか軽油を吸わないかということと、車の車内に穴を開けてね、設置させて、ガス漏れとかがね、まあないようにね。コーキングして、きれいにつけなきゃいけない。で、当然、揺れる車なんでね、部品の脱落とかね、ないようにね、かなり、まあ、ちゃんとつけなきゃいけないというんで、プロでもまあ、一日作業です。で、その取り付け工賃もね、結構かかるとは思うんですけど、まあ、そんなのもあって、ちょっと高い部品にはなっていますが、まあ、冬のね、車中泊には絶対あった方がいい。アイテムです。まあこれからね、ハイエースでキャンプをされる方なんかはね、ぜひぜひおすすめのアイテムですので、まあトライしてみていただいたらいいと思います。まあ僕はね、これもつけて絶対良かったなということもありますし、まあ冬ね、冬のキャンプがね、車中泊が、すごく楽になります。はい、これが、僕のね、ベバーストヒーターですね。車内、僕のが、4ドアの関係上、このあたりが通常5ドアの、ステップの場所になるんですけれど、ちょうどここがね、デッドスペースになってますんで、僕の車にはここにつけています。で、この下にね、穴を開けて、いろいろ配管を組んでいます。で、右側の黒い蓋のところから、新鮮な空気が入ってきて、こっち側から、暖かい空気が出てきます。で、これがコントローラーです。で、デジタルとね、このアナログのがあるんですけども、このアナログに見えても、ほぼほぼ、フルオートです。で、通常この位置で、一晩過ごせます。右にいっぱい回すことはまずないですね。
で、最後ね、デメリットの話もしとこうと思います。で、まあ値段が高いというのは一つあったんですけれども、去年かな、一昨年かな、忘れた。去年かな、FF ヒーターがね、つかなくなりました。で、買ってもらって、つけてもらったところにね、相談に行ったところね、中を開けてもらって、オーバーホールしてもらいました。そうすると、中にね、大量のね、すすが溜まっていたというんで、それを掃除して、ガスケットをね、新品に変えてもらって、また使えるようにはなったんですけれども、そういうね、定期的なメンテナンスも必要になると思いますし、一つ間違えたらね、やっぱりね、この一酸化炭素中毒だとか、酸欠の恐れがある、そういうのが発生するね、死に至ることもあるんでね、十分メンテナンスもしていただいた方がいいと思います。それにね、修理するのに1、2万かかったというのを覚えています。そのようなね、アイテムなんでね、ちゃんと信頼できるところにね、つけてもらうのが一番いいと思います。それでは、またさようなら。